チェックポイントを通過しました。手元時計で2時間1分30秒となっています。十分大会記録、そして小島さん、吉田優也、学生新記録も狙いますね。ここで諦めてほしくないですね。ただここで吉田優也少し離れ始めました。その差が現在5メートルというふうになっています。ここから吉田優也どこまで粘れるのか、残りあと2キロ少々となっています。しかしすごい記録が出そうです。2時間8分10秒。再び観察者の原さんにお願いしましょう。ねえ、地獄発売そうですからね。あの藤原選手の学生記録出るぞ。お前いける、前前前前、ラストに行く、しっかり行く。こんな感じで振りたいですね。いや、吉田選手に届くといいですね。足はね、まだ動いてますからね、うん、動いてますね、はい、このまま行けば初マラソンの日本最高記録、すなわち学生最高記録出ます。中央大学時代の藤原正和現監督、いや、その記録微妙なところを今走っているという2時間8分10秒が予想タイム。まあ、そこを計算するというよりも、まあでもここまでのレース運びは見事、まだ優勝の可能性も残っています。大会記録も塗り替えて、そして初マラソン初優勝の夢はまだ捨てきれていない。当たり前です。まだ前の2人は視界に捉えたままです。まあ、ラスト2キロのところでですね、時計を見て6分そこそこでいけば学生記録更新なんですよね、はい、そうですね。少し差ができましたでしょうか。少し差ができましたか。さて、先頭は第1度です。どうぞ。その差は8秒に広がりましたが、ただ沿道から吉田優也頑張れ、その声が背中を押しています。あの、茅野さん、はい、どうぞ。リポートバイクです。その後ろなんですけど、全体の4位でスバルの小山が走ってまして、先頭との差が30秒ですから、これもね、好タイムが出そうですよ。その後ろ、トヨタ紡織の菊谷も、さらにその後ろ旭化成の深津も、この辺りまでね、10分切るかもしれないっていうタイムで40キロを通過しています。菊谷初マラソンですからね。そしてこちらが小山、ニューイヤーでの走りはもう自分では全くダメでしたというふうに話をしていました。ただやっぱりマラソンへは直近の過ごし方が大事なんだと語って、ただ今年のスバルからのマラソンチャレンジはこの小山と小林の2人しかいません。第2移動です。旭化成の深津は先頭と30秒差、40キロ通過タイムが2時間2分6秒、その深津の後方には港屋が4秒差でつけているという走り、最後、日本人上位争いに向けて力を出し切っています。深津のベストタイム2時間9分31秒、川島さん、更新の勢いですもんね。はい、今そこ粘ってますね。粘っていけば自身記録を更新する、何か次のステージに行けるんじゃないかというふうに背中を押したい気持ちです。集大成、次の集大成に向かえばいいんです。深津拓也、ちょっと表情が苦しくなった。さて、何人自己記録を更新できるか、それも楽しみになってきました。何人2時間10分の壁を破れるか、それも同時に楽しみになってまいりました。今年の別府大分毎日マラソン、前の2人のペースはそんなに上がっているようには見えません。まだ原さん、優勝のチャンスありますよ。まだいけますよ、まだね、あの体全体的には動いてますからね、足さばきもいいですから大丈夫です、うん、2時間8分10秒というフィニッシュ予想タイムが出ています。ひょっとしたらトラック勝負もあるのかなというところです。第3移動です。センター茅野さん、第3移動です。女子視覚障害マラソンの道下が30キロを通過しました。2時間4分20秒、今田 T12 の世界記録更新ペースです。あ、こちらも出るかもしれませんね。フィニッシュ予想タイムが先ほどから上がりました。2時間54分台になった道下、自ら志願してこの別府大分に出てきました。東京パラリンピック代表内定です。さて、先頭に戻ります。吉田優也は、まだ差は変わっていない、まだ変わっていません。しかし今日ニューヒーローが続々誕生します。そのうちの一人、初マラソン、その箱根駅伝の勢いそのままに原監督に背中を押された吉田優也が、別府大分毎日マラソンで初マラソンで偉業を達成しそうです。箱根では当日のエントリー変更でした。もう11番目選手とは言わせない、そんな走りを見せました。傍観者になるな、責任を他人に押し付けるな、そんな言葉が一番刻まれているという原監督からの教え。さあ、苦しくなった。初マラソン2時間8分12秒を破る可能性は十分にある。今、青山学院大学4年生、大学4年生の吉田優也が偉業を成し遂げようとしています。あの箱根から中1ヶ月、
十分に力は残っていました。そして勢いが残っていました。その吉田祐也が一体どんなタイムでフィニッシュするか、ここはもう一押し原さんにお願いしましょう。そうですね、はい、彼は埼玉県の高校の時はランキング圏内でも6番の選手だったんですね、うん、まあ、それが彼の努力でここまで上がってきましたよね。努力で上がってきた男。そうそう、吉田いける、いける、そうです。さあ先頭がマラソンゲートをくぐった吉田が気になる。大会記録が、そして初マラソン日本最高が出る期待があふれている大分市営陸上競技場。フィニッシュ地点の解説は中国電力陸上部総監督の坂口泰さんです。ハムザサリが前に出ました、はい、非常に充実した大会になってますね。そうですね、本当にマラソンの常識歴史を変える大会になりましたね。2時間10分19秒の自己ベストを更新してハムザサリが優勝に近づいている。そして去年2位のゴダラも入ってきているが、そして初マラソン日本最高出るか、吉田祐也競技場の中に入ってきました。可能性は坂口さんどうでしょう。はい、まだ動いてますからね、初マラソン最高は藤原正和さんの中央大学時代の琵琶湖毎日マラソンで出した2時間8分12秒、首を横に振りながら懸命にあと残り 300m。 そして先頭は残り 100m を切りました、ハムザサリ自己ベストを更新する。そしてこのままいけば川内優輝の持つ2時間8分15秒の大会記録を上回ります。勝利を確信、ハムザサリ大会新記録で優勝、2時間8分2秒。続いてアブデラ・オダナが2位でフィニッシュ。さあ残り 150m、 吉田祐也どうか。ここで2時間8分12秒を過ぎました。それでもね、大健闘ですよ、素晴らしいレースですよ。見事な走りでした。初マラソン日本最高には届きませんでしたが、人生本当に何があるか分かりません。陸上人生に一区切りのはずの箱根からなんと初マラソンで3位に入りました。タイムは2時間8分30秒です。坂口さん、はい、11番目の男が一気に人生を変えた1月2日の箱根駅伝、はい、それがまさかの初マラソン日本最高にわずかに届くという、はい、それぐらいのタイムを出しました。これはすごいタイムですけれども、これは彼が普段からコツコツマラソンに対する練習をやってたということだと思うんですよね。そして小山司が4位で入りました。自己ベスト大幅に更新、2時間8分53秒。そして日本人の3番目入ってきたのが深津、そしてトヨタ紡織の菊谷です。トータルの5位にはモンゴルのビアムバジャブ、スレーンラブダンも入っています。そして初マラソンの港谷春樹もフィニッシュしています、8位です。港谷、そして菊谷という初マラソンの2人も坂口さん、はい、見事なタイムですね。若い選手の、ね、力がね、今回はすごく見れましたね。初マラソンで2人が、はい、この2人は初マラソンで2時間10分を切っています、はいはい、そして招待選手のウエサムが入ってきまして、ウエサムがこれで9位です。はい、あの吉田選手にもすごく注目がいったんですけれども、実は優勝争い、小田田選手の執念というのがすごく見えました ね、 ね。今大会優勝したモロッコのハムザ・サリ選手です。おめでとうございます。ありがとう。alhamdulillah السباق داز احسن ما يرام وتمكنت من تحطيم الرقم ديالي وهذا رقم قياسي بالنسبه لي لهذا العام هذا والحمد لله هذا كيحفزني بانني وعطاني ثقه كبيره بانني ان شاء الله الاولمبيات اللي غادي تقام ان شاء الله في طوكيو غادي نكون تايق في راسي بزاف ونتمنى ان شاء الله ان نشرف المغرب ونمثلو احسن تمثيل الحمد لله. He said arigato, thank you very much for the organizer to give me this opportunity to run here in Awita, and I'm very happy about today. I set my personal best, which is it's going to give me a lot of confidence for Tokyo Olympics, and I'm going back home, I'm going to do a lot of training, and I'm ready for Sapporo, inshallah.応援ありがとうございました。この大会に出てとても嬉しかったです。で、今度東京に向けてまた頑張りたいと思います。ご声援ありがとうございました。今大会優勝しましたモロッコのハムザ・サリ選手でした。おめでとうございました。フィニッシュ地点では17人がフィニッシュを迎えています。優勝はハムザ・サリ、そしてアブデラ・ゴナナが去年に続いて2位に入っています。日本人最高記録出るかというその期待も膨らみました。
大塚製薬の奥谷がフィニッシュをして、これで18人がフィニッシュをしています。改めて坂口さん、はい、今日の吉田祐也の走りでしたが、最初から最後まで非常に落ち着いた走りを見せてましたね、はい、それとやはり勝負をかけたところが良かったですね、はい、一度前に出ました、はい、あそこでずるずる行くんじゃなしに勝負をかけたことで、はい、やはりこれはこのレースを何倍にも価値のあるものにしたと思いますね、必ずその優勝するという気持ちを初めてのマラソンだからといって臆することなく出した、はいはい、というのは非常に見事でしたね。そうですね。ナンバーカード132番、住友電工の中村優希が帰ってきました。中村優希の弟智也も青山学院大学で今年箱根を走っています。さあ注目のインタビューです。放送席、日本人1位の吉田優也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初マラソン終えていかがですか？そうですね、まあ、今回箱根駅伝を優勝して、まあ、1ヶ月間準備をしっかりしてきて、このスタートラインに自信を持って立てたので、まあ、今回自信を持って走ることができました。今回学生記録、そして初マラソン日本歴代記録を塗り替えるような勢いの走りでした。タイムについてはいかがですか？まあ、そうですね、まあ、箱根駅伝が終わって、その箱根駅伝とマラソンというのはもう全く別物で、その浮かれた気持ちで臨んでは絶対に跳ね返されると思っていたので、まあ、それに応じた準備をして、まあ、その学生記録にはわずかに届かなかったんですけど、まあ、その初マラソン、そのいろんな人の力を借りて、その非常に楽しく走りました。最後の方、余裕が残っているように感じましたが、先頭集団と一緒に走っているときはどんなことを考えていましたか？まあ、そうですね、もう本当に食らいつく気持ちしかなくて、もうその引っ張ってくれた方々の胸を借りて、その自信を持って走りました。では今後の目標をお聞かせください。そうですね、まあ、その続けるか否かについてはその明確な答えが出せなくてちょっと申し訳ないんですけれども、ただその陸上が好きで走ることが好きだということは今後も変わらないので、まあ、一生涯その走ることに携わっていたいなというふうに思っています。今大会日本人1位の吉田祐也選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。坂口さん、はい、日本歴代初マラソンで2位というタイムを出した2時間8分30秒ですが、はい、今後の陸上人生、まだ本人は答えは出せないということでしたが、坂口さんはこの初マラソンの2時間8分30秒を受けてどんな期待をお持ちになりますか？はい、まあ、人生を、ね、自分で決めることですから、はい、この1本ではなかなか決まらないと思いますけれども、まあ、走ることには携わっていってほしいなと思います。はい、1月4日箱根駅伝がすべて終わって青山学院大学の優勝が決まった翌日にこの別府大分毎日マラソンに出場を決めたということでしたが、はいはい、それからの1ヶ月で見事にここまで持ってきましたね。はい、はい、その青山学院はですね、普段の練習からしっかりしてるんですよね、はい、そういうベースがあって今日のレースがあったと思います。そしてこの吉田の先頭集団で行った時もペースメーカーが30キロで外れましたが、はい、35キロまでペースメーカーがいる時とほとんど変わりません、はい、どの選手も本当に今日は積極的に順位だけではなくてタイムを狙うんだという意識も見えたマラソンでしたね、はい、そういう意味でやっぱり歴史を変えたレースって言っていいんじゃないかと思うんですよね、今まではもう30キロ過ぎたらペース落ちますっていうのが常識だったんですけれども、はい、今の若い選手たちは積極的に攻めていきますよね、すごくいいと思います、はい、そしてこの小山は2時間11分20秒の自己ベストを大幅に更新をしました。2時間8分53秒です。それから初マラソンの菊谷、港谷、こういった選手もサブ10、はい、初マラソンで一気にこれだけサブ10の選手が出るというのもいかがでしょう、はい、まあ、本当にレベルが高いレースが展開されたということですね、はい、今日は高知県民のスバルの小林浩二が2時間9分55秒、久しぶりにこの10分切ってくるというタイムを出しましたし、はい、サブ10でフィニッシュをしているのが10人いるという、はい、それだけ充実した大会になりましたが、そうですね、まあ、選手たちのマラソンに対する心の壁っていうのが、取り払われたような感じですね。今吉田選手が、そばにいてくださっています。今原監督と、つながっています。原監督、今のお気持ちいかがですか？いやいや頑張ったね、はい、すごいなお前なんとかねえ、やっぱり努力は裏切らないね。そうですね、まあ、箱根とマラソンは先ほど申し上げたんですけど、箱根とマラソンはやっぱり別物で、まあ、その浮かれた気持ちで臨んでは絶対に跳ね返されると思っていて、まあ、そのこの1ヶ月間本当に充実した準備ができて自信を持ってスタートラインに立ってたので、はい、自信を持って走れたと思います。君をスカウトした時ね、県で6番で4年間かけてトップ選手に育てるよって言って約束守れて嬉しいよ俺もよかったですよかった、はい、お疲れ、ありがとうございました。ここまで吉田祐也選手でした。坂口さん、はい、本当に青山学院大学が火をつけたとも言っていい、はい、学生時代にマラソンに挑戦する、はい、これがまた大きな花を開いたという今日の試合にもなりましたね。そうですね、
やはり若い選手が早くから挑戦するようになりましたよね、はい。MGC が始まってからそういう傾向はあるんですけれども、今回のレースは特に若い選手が、積極的に走ってましたね、この吉田祐也、2時間8分30秒という初マラソン日本歴代2位の記録を打ち立てました。藤原正和の2時間8分12秒にはわずかに届かずでしたが、現在のトヨタ自動車九州監督の森下浩一さん の歴代2位の記録を上回りました。はい、立派なもんですよ、はい。それ以外にも今日のこのレースの中で非常に印象に残っていることというのはどういうことがございますか。はい、私は、優勝争いのゴダナ選手がこれもう前回負けてますから、去年、もうどうしても勝ちたいという、思いがすごく伝わってきました、競技場に入るまで本当に競ってましたね、それと優勝したサリ選手、これドーハの世界陸上で8位に入ってる、これは東京オリンピックでも、強敵になりますよ。そうですね、はい。